ツーリングトレイン。帯広ツーリングトレインは、ライダーハウスの一種で、使用されなくなった客車などの鉄道車両を利用した宿泊施設を指す。ツーリングトレインは、ライダーハウスの一種で、座席を撤去して、畳敷きにするなど、内装の改造を行った客車や、ディーゼルカーを、駅構内の未使用線や、国鉄分割民営化によって廃止された駅などに置いたものである。 1985年に日本国有鉄道によって釧路駅に設置され、その後北海道ツーリングに向かうライダーが増加した1990年代前半に、かけ JR 北海道によって根室駅、帯広駅、富良野駅などに置かれたものがツーリングトレインの名称を使用して広く定着した。他のライダーハウスと同様、 ライダーが持参した寝袋で雑魚寝する形態であったが、JR 駅に設置されたものは、都市部にあって、食事や買い物などに便利で、最盛期の1990年代前半には、多くのライダーや自転車愛好家に利用された。同時に、都市部にあることで悪意のある人物にとっても、近づきやすく、宿泊者が自由に出入りできるように施錠されなかったこともあり、荷物の盗難なども発生した。 多くの車両が野ざらしであるために晩年は、車体の腐食が目立つようになったほか、北海道を訪れるライダーの減少や、前述の安全管理上の問題もあり、ツーリングトレインの名称を使用する JR 駅の施設は、2001年まで残っていた、フラノ駅のものを最後に全て廃止された。愛よ鉄道公園など、他の場所に設置されていたものの一部は、現在も、 公園や道の駅の施設として残り、宿泊が可能である。アクネ駅前にあるツーリングトレイン、アクネツーリングナン。かつての寝台特急、那覇の車両を使用。しかし2014年で閉鎖された。ありがとうございます。